静岡96期柴田隆二選手です。連続優勝おめでとうございます。ありがとうございます。やっと A 級の競争に慣れてきたっていう感じですかね。そうですね、まあ、今まで決勝も結構積極的に、まあ、動いてたつもりなんで、ここ前々場所と前場所は、まあ、優勝をちょっと狙いに行くような形で、走った結果が優勝という形だったんで。なるほど、はい、ただですよ、ただヤンググランプリのチャンピオンが、まあ、まさかの A 級降格ということになってしまったんですけども、はい、その辺はどうお考えですかね。いやそうですね、まあ、自分としてもすごい不甲斐ないって思ってるんで、まあ、早く、まあ、特進なりなんなり、S 級に早く戻りたいと思ってます、ただね、選手というのは順風満帆にバッていったよりも一旦苦労してから上がった選手の方が必ず長く上で頑張れますからね。まあ、デビュー戦確か静岡だったですよね。静岡ですよ、はい、その時私一緒だったんですよ、はい、それで今回は3連勝して無傷の9連勝で特進してやるっていうお話されてたんですけども、はい、その時もちょっとしくじってしまったって覚えてるんですけどね。そうですね、デビュー戦、結構苦い思い出がありますね、まあ、師匠の望月雄一郎さんがね、まあ、このくらいちょっとしくじって、それから蹴りが甘くないっていうふうに思った方が将来的にはいいんですよねなんて話もされてたんですけども、はい、まあ、そしてヤンググランプリを制覇して、まあ、本来であれば今頃ダービーを走ってなければいけないんですけども、まあ、今一度、やり直してということでね、しっかりと練習はどういったことをされてきましたかね。いや練習はもう、まあ、バンクでもがいたり、街道じっくり乗ったり、まあ、あとちょっと体の、まあ、バランス取りながら、軽くウェイトしたりとか、そういう感じですね、大宮ってのは何回目ですかね。大宮は4回目ぐらいですかね、どうですかバンクの印象は。そうですね、あんまりその呼んでもらってないんで、釣った印象もちょっとあんまり印象ないんですけど、500バンクってのはどうですかね。500バンクはどっちかって言ったら、まあ、苦手な部分もありますけど、であれば今回その苦手な部分を克服して優勝したいですよね。3場所連続優勝、まあ、そうですね、はい、それでは最後に力強いお言葉をですね、大宮県のお客様にお願いいたします。今回は一生懸命頑張ります。応援の方一つよろしくお願いします。